最初はビーガンになって、私のこと愛してるんでしょって。なんならビーガンになってよみたいな。ゆうべ一緒にキスがしました。何やねんこれ。朝ごはん作って、嬉しい、あ、カレー朝ごはん作りましたよ。でも卵とか小さいハムとか隣はナット。いや、でもわかる。納豆は好きじゃない。わかるわかる。さよなら吉田さん。さよなら。吉田さんか。吉田さん。MC の豆助です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっています。よろしくお願いします。お願いします。今回初登場の方がいらっしゃいます。中国北京出身の方志燕さんです。よろしくお願いします。皆さん初めまして、ありがとうございます。方志燕です。皆さんからポンちゃんで呼ばれていますので、はい、この番組のテロップもポンちゃんで出てるようにしますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。今はあれですか、東京にお住まいっていうことなんですかね。今東京に住んでます。はい。東京に来た理由は何ですか。日本に留学したいなと思って、特に日本のテレビドキュメンタリーが大好きで、はい、NHK の72時間とか結構ドハマりしてて、でそれを勉強したいなと思って、日本に来て日本の大学に入って勉強して今就職してます。頭がいいですね。ありがとうございます。ちょっとね、中国にいた頃のお写真もお借りしたのでちょっと見てみましょう。おー、見せて。わー、めっちゃ綺麗。なんなのこれは。これ何の写真なんですか。中国、私の場合は漢民族ですね。民族というか漢民族があって、すごくの伝統的な服装です。一時的に中国で流行りだして、みんなこのようななんかコスプレっていうか、その、まあ、普段着物を着ている感じで漢服を着て街歩きしていて、まあ、このような雰囲気の写真を撮るっていうのが流行ってました。かわいい。中学生ぐらいでした。高校時代。ごめんなさい、中学生ぐらいでした。みんな大きいですね。この間ミシェルさんの写真見たけど、うん、これがなんか中学生だなっていう。あ、ミシェルさんの13歳の写真、とんでもないことになってる。これすごいよね。12、13歳ぐらいですね。なんみんな。レベル嘘でしょって感じのね。あん中のさ、ね、緑のこのドレスと黒のドレスのことがもう20歳とかさ、22、3ぐらいの雰囲気に出てるよね。そうですね。こんな感じでした。こんな感じなの。すごいな。はい。僕のお写真で、おじいちゃん、お母さん、おじいちゃん今年も97歳です。え、すごい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 ね。おめでとう。ありがとうございます。すごいね。今日はこのメンバーと一緒におしゃべりするだわーん。今回のテーマはこちらです。食と恋愛の本音スペシャル。さあ、今回新企画です。恋愛をするとどうしても避けては通れないのが食事の問題です。食事の好みは合うのか合わないのか、特にね、国際カップルだと欧食の文化も違うので非常に大事なポイントかと思います。そこでですね、今日はアラサー女子の皆さん、さらに恋愛マスターのシドニーさんにも自由に語ってもらいたいと思います。最初のテーマはこちらです。彼氏&パートナーとの食の好みの違いはどこまで許せますか。はいはいはい、いやいや、これ非常に重要な問題だと思うんですよ、うん、でそれぞれあると思うんですね。一応皆さんアンケート聞いたけど、
私も気になってますと。もうそう気になってるのは大前提で、どこがどこまで許せるのかとか、愛でそれは乗り越えられるのか、そこはシドニーさんがビシッとこう答えてくれる、そういう素敵な展開を期待してますので、よろしくお願いします。じゃあまずはね、最初ちょっとじゃあ翔子ちゃんからお願いします。うん、食の相性どこまで気にしますか？私自身嫌いな食べ物とかは普通にあるので、少しぐらいその、好みが違っても気にはならないんですけども、私は魚好きなんで、全部魚介類ダメですって言われると、ちょっと厳しいなと思いますね。ちょっと辛い。そこはある。なんかだからちょっとでもその食べれる、一緒に食べれるものがあれば、嬉しいなって思います、ね。しょうこちゃん自身甲殻類かカニとかエビとかが苦手なんですよ。苦手というかもうアレルギーでもう食べたら結構死にかけちゃうので本当にダメなんですけど、そういうのがあるっていうのは知ってるから多少ね、多少は仕方ないし、普通に嫌いな食べ物とかもあるし、それは仕方ないって思ってるんですけど、もう全部ダメって言われちゃうとちょっと どうしようってなりますね。なんでそういう意味だとちょっとミシェルさんに申し訳ないんですけど、ビーガンの方とかその全部その生きてるものとかはダメなんですとかってなっちゃうとちょっとああどうしようってなってしまうかも、っていう意味で言うとビーガンとかの人はもう、私の好きな魚をさ美味しいって味わえない、言えないんだもんね。そうこの魚美味しいんだけどってすごいさ私だけ美味しい海鮮丼うまいなって言ってんだけど、全部ダメって言われてるとちょっと一個でもダメって、いやでもわかるよ、そう思うよ、ミシェルさんどうですか？ミシェルさんもうビーガンなわけじゃないですか、そういう意味で言うと。まあ恋人は1年間ぐらいビーガンの生活してたんですけれども、今一回やめて食事するときに一緒に食べますが、私ビーガンの料理食べて、恋人は、肉と魚ちょっとだけビーガンの料理の上に乗せて食べる感じなんですけれども、一緒に食べたら全然大丈夫なんですけれども、でもヘルシーじゃない生活する人はちょっとそれはねちょっと難しいですね。ステーキか焼肉とか、肉かチップスばっかり食べてる人とちょっとデートするのがダメですね。シドニーさんが私は私で違うけど、ミシェルさんビーガンなわけじゃないってなった時に、どっちかというと相手がどこまで耐えられるかみたいなことにならないね、ミシェルさん自身はビーガンだから、もう私はビーガン食べるけど、彼氏がついてこれるかの方が気にならない。自分が選ぶっていうより、選ばれる側にならない、そこは。最初は、ビーガンになって。今は、ルールちょっと、もう今、柔らかいです。ビーガンに。私のこと好きならビーガンになってみたいな感じになる。わからない。面白いな。私のこと愛してるんでしょって。なんならビーガンになってよみたいな。最初はこんな感じだったんですが、だんだん諦めました。でも最近男から。ビーガンじゃない男がビーガンの料理作ってくれます。あ、今の旦那さんでしょ？旦那さんが作ってくれる？旦那さんじゃない人。デートしたい人、デートしてないんですけれども、デートしたい向こうから、向こうがデートしたい人が作ってくれます。皆さん見に、ちょっと待ってください。整理させてほしいんだけど、これは結婚前の話を今されてるっていうことなの
それとも現在進行形で、まあ、旦那さんいるけど、いやいや、ミシェル、君と食べたいんだっていう男の話をされてんのか。まあ、今の話ですね。あの旦那さん全然あの気にしてないんですけども。旦那さんじゃない、うん、旦那さんじゃないけど、一緒にご飯食べたいんだけど。うん、そういうことを言えるかな。まあでも。そのシチュエーションがよくわかんないんだけど。ちょっとドキドキする。聞いててドキドキしたんだ。これなんか今の話してねえかって。まあ友達。いやでもさ、そのミシェルさんのご両親がさ、だって お父さんはノーマルでしょ。でお母さんがビーガンだっていう話じゃない。そういう意味で言うと、はい、ご両親はなんていうかな、成功パターンっていう言い方もあれなんだけど、違うけどうまくやってるご夫婦なわけじゃない。そういう意味で言うと別になんか。まあ、ビーガンじゃなくてもいいやっていう思いもあるんじゃないですか。そうですね。その時に、まあ、生まれてから多分12年間ぐらい、お母さん、ビーガンの生活紹介して、でも、お父さん、たまに、肉食べました。うん、そうですね。でも私と妹は一緒に お母さんと一緒にビーガンの生活やらないといけないのルールでした。だからそれが不思議だよね。はい、お父さんだけ一人だけなんか生ハムにチーズとか食べてるわけでしょ。うまいな生ハム。そうですね。はい、食べて私と妹はこんなビーガンの食べ物食べてんだろうって謎だよね。まあでもお母さん強かったので、まあお父さんの意見ダメだったから、うん、それお母さんか、お父さんダメだから、いい一緒にビーガンになろう。お母さんの意見が強くなっちゃったんだ。ボス。でミシェルさん自身はできれば私色にあなたも染まってよっていうことなのね、そういう意味で言うと。はい、そうです。今の旦那さんは1年試して今また元に戻ったっていうことは、ちょっと諦めが若干入ってるっていうのが今の状況なわけですね。はい、はい、そうです。わかりました。じゃあ続いてポンちゃんのいかがですか。できれば私好きなものも一緒に食べてほしいな。例えばもう本当に私辛いやつものが大好きですよ。いろいろみんなあるね。辛いのが大好きやろ。中国には火鍋というものが、しゃぶしゃぶみたいのがあって、半分辛いやつ、半分辛くないやつ。大好き。美味しいでしょ、それ。美味しい。しかも辛いだけではなくて、しびれるのもいいですよね。まあ、食べた翌日が、まあ、お手洗いは大変だけど。だけど今付き合ってる今の彼氏は日本人の方で、辛いのは全然ダメですよ。もうピリ辛でも無理ですよ。ダメなんだ。そうだから私が一日仕事、テレビの仕事結構きついじゃないですか。そういうなんか体力労働が結構多くて、まあ、ストレスもあって、まあ、一日仕事やっと終わって、ああ、おいしいもん、辛いやつ食べてえなと思ったら、まあ、大体一人で行くか、友達を呼んで行くか、まあ、彼氏と一緒にこの喜びを分かち合えないというのは寂しいですよ。寂しいよね。食事の楽しいことって共感し合うのが楽しい。あ、美味しいよね、美味しいねって。そこが一切ないんでしょ。それは甘いの美味しいっつってるけど、いややめてよっていうさ。そうね、なんかもう私すごく美味しそうなものを、なんていう辛いものを自宅で作って、自分の料理だけ、自分の分だけ作ったら、なんか美味しそうに食べるときは、遠くから冷たい目線があって、あ、それ食べて大丈夫なのって、体に良くないよっていう感じで、もう私が伝わってくる。一切噛み合わないんです。そう、じゃあ私そっち向けも分かんないですけど。だからさ、はい、ちょっといいですか。もうちょっと質問っていうことはさ、そこの食の好みは実は合ってない彼と今付き合ってるってことだよね。もうね、
そういうことですね、はい。それを超えるぐらい彼がじゃあ素敵だっていうことだよね。うん、愛の力で私の大好きな激辛を嫌いな彼と付き合ってるわけだよね。そういう意味で言うと。うん、食事を超えてるわけだよね、愛の力。まあ、超えてますね。あ、超えてるっていう意見が出たところでシドニーさん出番が来ましたよ、とりあえず。とりあえずシドニーさんね、旦那さんが日本人で、旦那さんはもう納豆がとにかく大好きです。かたやシドニーさんは納豆がものすごく嫌いです。さあ、そんなシドニーさん、あなたのご意見どうですか。旦那さんの前、うん、昔の恋人、ゆうべで一緒にキスしました。何やねんそれ。ラブラブだから朝ごはん作って、すごく嬉しい。あ、彼朝ごはん作りましたよ。うん、でも卵とか小さいハムとか隣は納豆。いや、でもわかる。納豆は好きじゃない。わかるわかる。え、はい、なんでですか。美味しいですよ。あ、ミシェルさんは平気なのね。出発しました。さよなら、吉田さん。さよなら。吉田さんか。吉田さん。ほんまいいよ、ほんま。夏大嫌いよ、夏大嫌い。超えなかったんだよね。愛の力よりね、納豆嫌いが勝ったんだよね。うん、食の相性の方がね。ああ、この人は食の相性が合わないって切っちゃったんだよね。それはね。これがさ、じゃあもしさ、さっきのミシェルさんバージョンで、その時付き合ってた彼がビーガンで、ああ、ポテトチップスばっか食べてる、あいつ逆に嫌だなみたいなことになったら、シドニーさんどうする。それはシドニー、ポテトチップスやめてくれよって言われたらどうする。ねえ、例えばもし、うん、私と役所工事デートして、うん、そうビーガンですよ。そうそう、うん、役所工事がビーガンと、ビーガンになるよ、もちろん。毎日野菜食べる、大丈夫。役所さんがビーガンだったら乗り越えられる。はい、なるほど。それは一つの、ね、考え方だと思って、それぐらい好きなんだと。でも人間手に入っちゃったらね、うぜえなとかなっちゃうんじゃないの、シドニーさん。いや、もう食って毎日じゃない。毎日人参食べるよ、毎日。絶対食べないよ。バッファローチキン食べたいなっつってるよ。ね、ミシェルさんと今後ね、お子さんとか仮に生まれた時にやっぱビーガンにしちゃいますよね、きっとね。どう考えてますね。私がそうであったかのように、うん、当然子供たちもビーガンにさせるっていうから、まあ私と同じものを与えるよね。そりゃそうだよね。多分あのイタリアの料理、あの肉あんまり入ってないから簡単にできたと思いますね。チーズだけ、気をつけるチーズの料理多いから、あのそれだけ難しかったんですけれども、イタリア人あの肉そんなに食べてないんですね。魚介類が多い感じなのかな、はい、イタリアの、うん、チーズ、あのピザ、パスタとサラダ、全部チーズ合わせてるから、それだけ難しかったんですけれども、肉食べないの時に、あの友達とか周りの人気づいてなかったんですね。あ、まあ肉あったら食べないの理由はアレルギーとか言っちゃったんですね。でも卵は大丈夫？卵もダメ。卵も魚もチーズも、はいはいはい、油も、油、そうですね、由来の、うん、動物性の、はい、の油全部ダメですけれども、まあそんな厳しい、私厳しくないんですけれども、うん、厳しい人もいるんですけれども、なんかいろいろありますよね。魚と卵は食べるけど、細かくあんだよね。肉と肉は、はいはいはい、いろいろありますよね。ペスカタリオン、ペスケテリアン。ベーコンもやめちゃった？ベーコン最初から食べ
ってなかったんですね。最初から食べてね。なんかアメリカの料理じゃないですか。言うまでもなく食べない。はいはい、聞くまでもなかったね、うん、はい、そうですね。とりあえずなんかもやっとしたまま終わろうかこれは。え、しょうこちゃんとかなんか気になったことあったのか。多分ですけど、うんうん、みんなある程度諦めて折り合いつけるんじゃないかなと思う、うん、もうそのまま諦めがあんだろうね。うん、うんうん、私その魚介類とか言いましたけど、うんうん、多分本当に NG な人が出てきたとして、でも付き合おうと思ったんだったらそれ以外の理由があるじゃないですか。そう、うん、あるよね。何かしら多分その魚介類苦手なことは多分もうその付き合う前に分かるから。うん、なんとなく。はいはいはい。そう。でもうそれで付き合うよって言ったんだったらもうですね。もう諦めてるんだろうな。ポ、ま、ン、あねうん、ちゃんはそのケースってことだよね。うんうんうん、う私の大好きな激辛を全く苦手な彼氏っていう。でもまあいい。まあ、そこを置いといてっていうことだもんね。そうですね。でも一応食べないで絶対食べちゃダメとかそう言われたら困るんだけど、一応、うんうんうん、あんたは食べていいよ、私は自分のものを食べるっていう、お互い尊重しつつ、うんうんうん、まあうまくやるっていうのは、うまくやるしかないよ。折り合いつけるしかないよね。まあ正解ないからね。うんうんうん、うん、だってこんな俺もさ、お酒大好きだっつってるけど、病気になったら自分でストップかけなきゃいけないからね、うんうんうん、こうなる。難しいよね。なあね、うん、まあ、飲めなくなっちゃったねって言われるだけだしね。うん、ね、そうですね、うん。そうだな。この会話盛り上がったのか盛り上がってないのか、ちょっと。皆さん、日々楽しく暮らしましょう。うん、はい。